座ってて大丈夫か。センフっていうカメラです、ハッセルブラッドの。古いレンズが割と使いやすいんじゃないかっていう風な周りの僕の周りの意見があって、これのすごいところはこのシャッターのこういう、シャッターが動いた音なんだけど、ここにシャッターがついて後ろについてるのね。これがこうパチってこうこっちからこっちへこうスライドしていくんだけど、それでシャッターがその動いてるんだけどね。ゆっくりにすると分かりやすい。あら、これでこのカメラって前壊れてなかったんで、パリに行くときに何枚か撮ってたら真っ白の写真があって上がってきたら、それってこのシャッタースピードだったんだよね。開いたまま閉じないんで真っ白になっちゃう。光がたくさん入りすぎて明るくなってしまうんでね。あと例えばバルブってずっと開きっぱなしっていう状態があるんですけれども、こういう時も全部開かないでちょっと端っこの方にこう扉がついてるのね。そうするとこの部分がその白くなるというか、まあ白くなるんで光が当たらないのでっていう。そうすると端っこの方が白い写真っていうのも出来上がってすごくいいんですよね。その技術者としての写真的には失敗なんですけれども、いろんなイメージが撮れていいなっていうのと、あと1000分の1がこうパシッてこう横に走って、こんな大きいのにこういう風になるのね。で、まあ、パリ持ってた時はなんか冗談でギロチンみたいだなんて言ってたのね。パリってなんかギロチンの街っていう感じが俺はずっとしてて、でパリには合ってるじゃないかなと思います。